こんにちは、目白が丘デンタルクリニック矯正歯科の院長藤沢雅人と申します。一般歯科で守っていく予防と言われているのは虫歯と歯周病がメインになります。歯並びと噛み合わせも実は予防することができます。で、顎を成長発育することができるのは大体3歳から10歳ぐらいまでで歯並びの方で、噛み合わせに関しては中学生ぐらいまででかなりほとんど出来上がってくるんですね。なのでそこまでの間に顎の成長発育をしっかりさせてあげることで悪い歯並び、噛み合わせにならないようにっていうことを促してあげることができます。原因があって結果になりますので、その原因を追求して原因を潰すことで悪い歯並びにならないようにで正しい成長をさせてあげるっていうのがこちらでやっている小児の矯正治療となります。歯並び、噛み合わせが悪くなる原因っていうのがベロの位置関係と口の周りの筋肉の使い方と言われています。その、唇の筋肉、ベロの位置を整えて機能を回復させるっていうのを筋機能療法 MFT と言います。いくつかある、MFT のトレーニングの中で今その子に足りていない筋肉のトレーニングを1つか2つ、ここの院で練習をして、それをお家でまた練習してもらって、で来院した時にまた写真を撮ってその違いを比較し、で癖がどう治っているのかをチェックした上でまた新しいエクササイズをお話し、あるいは今までやってきたものをまた継続してもらうっていう風にお話しします。ただし口の周りの筋肉、ベロの使い方が正常に戻っても成長発育が正しいところまで追いつくかどうかっていうのはやっぱり個人差はあるんですね。なので必要に応じて、ワイヤーの器具、いわゆる矯正のブラケットと呼ばれるものを一部につけてあげたり、あるいは裏側から押してあげる拡大装置っていうものを固定式のもので入れたり、まあいくつかのマウスピースを複合的に組み合わせたりっていうような矯正治療の専門的な器具も併用して、使っていくようになります。いわゆる、ジムのパーソナルトレーナーが、まあ、体の、足りてないところの筋肉を鍛えるためのエクササイズを決めてくれるっていうのと、似た感じになります。矯正の無料相談を受けたまわっておりますので、ご相談がある方はお気軽にご連絡ください。